それでは素材の確認をしますけれども、エキスポート2、最後に2とついてるフォルダーですね。で、レッスン -finish のフォルダーの中を見ると、イラストレーターのファイルと、もうこれ完成データですね。そしてミューズの、これも完成ファイルです。で、イラストレーターから書き出した画像は、このイメージスのフォルダーの中にあります。ここに書き出したということですね。で、この書き出した画像をミューズでレイアウトしてあります。では、イラストレーターのファイルを開いてみますと、まあ、こういうレイアウトされたものが、これが完成したものですね。で、アセットの書き出しは復習になります。これはもう一度学んでますので、復習になりますけれども、まあもうドラッグしていくだけということでしたね。これはね、もうドラッグして、登録していくと。一つ一つドラッグして、あと、この名前がファイル名になりますので、名前をこうアセット、番号っていうところをですね、ファイル名に変えていくだけということですね。で、これはもう大丈夫だと思いますけれども、このフォルダーの中にですね、たくさんデータがあります。で、これ何かというと、これ全部部品なんですね。で、実はこの今イラストレーター上のレイアウトされたこの画面、ページというのは、イラストレーターファイルの AI ファイルの集まりになってるわけです。この例えばタイトルバー3つ、これはこの3つの AI ファイルが配置されています。で、このチャート1というイラストレーターファイルはこれですね。この一番上のやつがこの AI ファイルです。ですから、ファイルメニューの配置で AI ファイルを読み込んでレイアウトしてるわけです。部品が一つ一つ全部イラストレーターのファイルになってるということなんですね。で、書き出した、まあ、後でちょっと書き出してみますけども、書き出した画像をミューズに配置してあります。ちょっとミューズファイルも見ておきます。ダブルクリックして開きます。はい、これはミューズ上で配置したものですね。まあ、ほとんど見た目、イラストレーターのレイアウトと変わりませんけれども、テキストをちょっと入れてます。で、イメージスのフォルダの中にイラストレーターから書き出した画像 PNG と SVG が入っています。で、それをファイルメニューの配置、これイラストレーターと同じですから、ミューズは配置を選んでレイアウトしてます。で、レイヤーパネルをちゃんと整理して管理してます。まあ、こんな感じになっていますね。まあ、ミューズはもうドラッグするだけですから問題ないですね。で、可変幅になってますから、一応レスポンシブウェブデザインになってます。ブラウザーでちょっと確認してみたいと思いますけども。これはもうイラストレーターから直接書き出したものをそのまま配置して、そしてブレイクポイント一つだけ設定してるだけです。非常に簡単に、あっという間にもうできてしまうのがミューズのすごいとこなんですけれども、まあ可変幅でレスポンシブになってるわけですね。では、イラストレーターにちょっと戻ってですね、編集してみたいと思うんですけれども、この一番上のじゃあ図をクリックしてみます。そうするとですね、ここにリンクファイルという、リンクファイル、そしてオリジナルを編集っていうボタンが出てくるのでクリックします。と配置してある AI ファイルが開きます。で、ここで編集をすればいいんですね。で、このチャート1、マガジンチャート1というフォルダーの中に入っている AI ファイルが今開いてるわけですね。ではですね、この画像、左側の画像をちょっと変更してみたいと思います。ちなみにこの画像はですね、このマガジンチャートコモンっていうフォルダの中にあるこの PSD ファイルですね。これが配置されています。では同じなんですけども、クリックをして、この上のこのオリジナルを
編集っていうのをクリックすると、Photoshop が起動して、まあ、PSD ファイルですから、Photoshop が開きました。で、実はこの画像ファイルには、レイヤーがあって、パターン1というのが今ありますけど、これをオンにします。で、画像を変えて、保存をします。そうすると画像が変わりましたので、イラストレーターに戻るとですね、更新しますかっていうダイアログが出てきます。出てきましたね。当然これ更新ですね。はいとクリックします。そうすると変わります。これ部品の方が今変わったわけですね。で、ただね、保存をしないといけないので、ちょっとね、何でもいいんですけど、じゃあこの左側のところをですね、ちょっとだけ動かしてまた元に戻すという、これ保存をね、ちょっとしないといけないですね。ですから、ちょっとだけ動かしてみました。で、ダイアログが出ますね。これはね、下の、この手前の AI じゃなくて、下の AI ファイルに対するアラートですね。ここですね。で、今入ってやりましたので、変わりました。で、アセットの書き出しのパネルを見ると、まだね、変わっていないんですね。で、今、説明のために、ちょっとわざわざ面倒な手順でお見せしているので、今、こっちに、パネルの方には反映していませんけれども、こういう場合はですね、更新というボタンがありますので、そこをクリックすればいいんですね。どこにあるかというと、ここです。リンクファイルのところ。今、一番上の図が選択されてますけども、ここですね。リンクを更新。これをクリックすると、はい、更新されました。というように、なんか更新されないっていう場合は、リンクを更新ボタンを押すと変わります。じゃあですね、この下の図も変えてみましょう。クリックしてオリジナルを編集。そうすると、下のエアファイルが開きます。まあ、同じ画像なので、こっちは変わってますね。で、これもね、保存しないといけないんですね。で、編集すれば保存することになりますけど、今、ちょっと説明のために入れ替えだけやってますから、保存されない、保存をしなくてもいい状態になっているので、わざわざちょっと動かして保存をしました。まあ、普通にこれ編集してれば保存しなければいけませんので、全く問題ないんですけども。はい、そうすると出てきますね。更新しますかっていうのが出てくるので、はい。で、そうすると、変わりましたね。こういうふうに編集して、そして保存して閉じると更新しますかと言ってくるので、入ってやると切り替わると。例えばこの一番上のタイトルバー、これも開いてみます。これも AI ファイルですね。で、テキストが載っていますので、ここでテキストを例えば編集するとかですね。で、保存して閉じるとちゃんと反映される。こちらのアセットの書き出しのパネルでも更新されるということなんですね。で、書き出しはですね、タイトルバーは SVG。これは SVG で書き出しています。そして、この3つの図はですね、PNG で書き出しています。今、一番上と下の図を変更しましたので、まあ、それを選択して PNG。そして、2倍にしてあります。2倍のサイズにしてあります。で、書き出しをすればいいんですけれども、一つですね、ちょっと注意点があります。このタイトルバーは SVG で書き出してるわけですけれども、SVG の場合ですね、このオプションの形式の設定を選んで、ここですね、SVG の設定、フォントをですね、デフォルト SVG になってるんで、アウトラインに変換に変えます。つまり自動的に文字をアウトライン化するっていう設定にしとくということですね。それではこの下の図2つ選択をして書き出しボタンを押します。で、イメージ数のフォルダの中に保存するようにしていますから選択ですね。で、ファイルの置き換え、これ置き換えをクリックします。はい、これで完了ですね。ミューズに戻ってミューズはもうとても簡単です。アセットパネルで更新すればいいだけですね。この上と下が変更されましたので、アセットパネルで2つ、このアラートのアイコンがついてますんで、下ですね。ですからこの2つをですね、
同時に選択して右クリックでアセットを更新、これを選ぶということで、はい、変わります。まあ、Muse の方は全く、まあ、前回学習した通り全く変わらないんですけれども、イラストレーターでモックアップなりプロトタイプを作るときにですね、部品をイラストレーターで作ると、そしてそれを配置するっていう作り方っていうのが重要ですね。はい、ブラウザーで確認しています。全く、まあ、問題ないということですね。ちょっと説明するために、あの画像のレイヤーを切り替えるだけしかやらなかったので、保存するためにちょっと部品を動かしたりしましたけれども、まあ、そんな必要は通常の作業ではありませんので、選択をして画面に呼び出して編集をして閉じて、まあ、保存して閉じてで反映されるということなんですね。ファイルメニューの配置で AI ファイルを配置していくという作り方ということですね。